昼は鍋焼きうどん。これはローソン、そうだね、ローソンだね。今日の鍋焼きうどんはローソンの鍋焼きうどんです。では温めていきたいと思います。お、なんとなくセブンイレブンのよりエビがでかいような気がする。あ、肉団子も入ってる。なんかちょっとセブンイレブンのより豪華かもしれません。ではこちら温めます。周りが汚すぎてここしか映せない。そしてこの FDR X3000、 ちょっとやっぱねモニターがないのきついですね、でも今日はこれ一日これで撮っていこうと思います。音声入ってんのかな、ちゃんと。おお、出汁のいい匂いがしてきました。なんかやっぱ匂いがちょっと違うかな、セブンイレブンのと。しかしこのアクションカムでこれはどれだけ撮れているのでしょうか。ちょっとグツグツしてきました。もうちょっと待ちたいと思います。お、いい感じにグツグツしてきました。もうそろそろいいかな、良さそうですね。出来上がりました。ここね作業場なんでテーブルが何もないんですよね。で作業台をテーブル代わりに使っています。そしてこの周りは汚すぎて映せない。うどんのアップで勘弁してください。で一味、これで完璧。はあ、食った食った、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。体とも温まってよかったよかった。苦しい。どうもダレイモンです。ただいまより ZV-1 を秋葉原のソニーセンターに持ってって修理に出したいと思います。では今日の Vlog スタートです。靖国神社、昔桜を見にみんなで来たのが懐かしい。神田です、神田です。秋葉原に到着。これちゃんと声取れてんのかな。まあ、とりあえず秋葉原に到着しました。 X の駐車場がやってなかったのでその向かいの駐車場に入ったのですが、ここの中狭すぎ問題。なんか出るときやばそう、なんかぶつけそうで怖いわこの駐車場。いや、それにしても今日寒いわ。この駐車場マジで狭いわ。もう今日ソニーやってんのかな、ちょっとなんかちょっと心配。やってた？見てないからわからん。こっちの駐車場の方が広かったかもしれない。でも柱がある、から一緒か。なんかこっちの方が間隔が広いような。でも柱が一緒だから同じだよね。ソニーサービスステーション ZV-1 修理よろしくお願いします。では向こうに行きたいと思います。ちょっとわからないのですが、ちょっと蒙古タンメンの方に行ってみたいと思います。もしかしたら時間が時間なのでやってないのかもしれないんですけど、行くだけ行ってみたいと思います。平日ということもあり人も少ないですね。いやー、それにしても寒いわ。なかなか寒いです。あれー、こんな遠かったっけな。その辺曲がったところかな。違うね、もう一個先だね。さあやってるのかな中本。前でもなんかやってなさそうじゃない。あっちで来たけど入れるのかな、どうでしょう。蒙古タンメン来ちゃった。でも時間がすごい早い。取れた中本。まあ毎回毎回セブンイレブンのカップラーメンで満足していたのですが、やっと食べに来れました。わ、うまそう。いただきます。
辛で結構辛いけど、まだもうちょっと辛くてもいいかな。うん、辛くて美味しいですね、やっぱり。うん、そして汗が止まらなくなってきた。ごちそうさまでした。もこたん麺うまかった。うん、さてと帰るか。ここの駐車場ほんと狭いわ。これとりあえずカメラも修理に出し、蒙古タンも食べれてないけど蒙古タンメンも食べれたので帰りたいと思います。また多分ね1週間ぐらいしたら取り組んのかな。まあ連絡があると思うんで、それまでおとなしく待ってようと思います。では帰ろう。GMO のビルの上にあるあれ何あれ、レストラン、なんだろう、アトラクション、なんだろうあれ。なんか雪が降ってます。これ映るかな。